ボビー・オロゴンについてどう思うなんかあれっけ奥さんぶん殴ったかなんかで逮捕されたけどなんかすぐ出てきたみたいな。 まあでもあれなんじゃねえのずーっと四六時中さ、普段さ、外で仕事してたさ、旦那がさ、ずーっといてさ、奥さんもさ、ちょっとやっぱイライラするわけじゃん。で、なんかちょっとガミ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 言っちゃってさ、うるせえんだよ、みたいな感じで、ちょっと手が出ちゃったみたいな話それとも日常的にもう本当にぶん殴ってたってこともう後者であるんだったらもう逮捕された方がいいな。だってあの人さ、格闘技やってるでしょな、か衝動的にやるんだったら、まあまあ気持ち、気持ちわからんでもない。情緒が不安定だろうし、今みんな。 すげえ精神性謝れば。でもさ、衝動的にパーンって一発殴ったぐらいで、俺女って言わないと思うんだよね。よっぽど恨み買われてる、つつもたせみたいな女だったら、何言ってんだよってパチンって殴ったら、警察言いに行くだろうけど、伴侶は言わないと思うんだよ。そのニュース見たら、ら奥さんに通報されるってことは、その奥さんがめっちゃ頭おかしい、阪神のあの左ピッチャーのパターンか、いや、わかんないけどな。その、発言を聞いてないけど。 それか、もう男がマジでクソみたいに悪いパターン。だってさ、女もバカじゃねえからさ、旦那の仕事がなくなったらさ、自分の生活が危ぶまれるってことはわかるじゃん。なんか多少我慢するはずなんだよ。人間って猿じゃねえから、もう猿ですら理性ありそうだけど、犬ですら待てって言ったら待つからさ。なんかこれでごちゃごちゃして、今の生活できなくなったら面倒だなっ,つって自分のために言わないじゃん。 それを凌駕して警察に言うってことは、よっぽどじゃないボビーの一件は、なんか俺はでもボビーが悪いんじゃないかなって。ただ、本気で殴ったら男が、どんなもやし、あの、アンガールズの山根ですら、本気で殴ったら女って死ぬと思うので、絶対に手加減してパチって殴るの。だって人は人を殴れないから。人って人を殴れなくない みんなって人殴ったことある俺人生で一回もさ、男を女とは殴ったことないんだけど、思いっきりバーンなんて。だから、それを逆手にとって、なんか、権利を主張してくるんだったら、そんな女殴られても仕方ねえなと思うわ。よく言うじゃん。どんな理由があれ、その男が女を殴っちゃいけねえ、みたいな。なんか、上状酌量の余地はあると思う。真 <laughs> 帆とはちなみにない。<laughs> 酒飲んで殴ってる奴はもうほっとにゴミオブゴミ。最悪死刑でもいいわ。酒飲んで殴る奴はマジのゴミお。俺は今な、すげえ男カバーしたけど、酒飲んで女を殴る奴は死刑。だってゴミじゃん。マジの、あの、カバい用のないゴミ。悪いみんな。かばってあげれなくてごめん。な。 だから、みんなは、絶対やっちゃいけないことがあったでしょ。本当に自分の中の正義があるときに、パチンって。お前にかけにしろよって言ったときは、俺のところに来て、うんこちゃんやっちまったよっまあ、お前にも正義があったんだろうと。俺は味方で、で、いてあげれるけど、酒飲んだ、表紙に、あなたやめ、めこんな野郎してバカ野って言って殴ってるやつは、アルチューだし、あの、本、本質的な DV 持ちだから、マジで、そう、トリプル A のリーダーとか、絶対にダメ。 <laughs> だかしかもさ、赤の他人にやったトリプル a のリーダーよく考えたら超やばくね渡辺真帆とはまだわかるよ。なんか同棲してる女とかだったんでしょうなんかね、売り言葉に買い言葉みたいなのもあったのかもしんないけどさ、道端にいる女にやるってもうとんでもない悪党だぞ、今思えば。<laughs> やばいなでも人のふりしてね、 人の振り見て我が振り直そうな。